どうしよう。はい、はい、こんにちは。もう始まってんだよ。いや、もう大丈夫です。こんにちは。今日はもう、大物ゲストの伝言さんと、数学の魔術師と、あと、プラスマイちゃん。今日はこの4人でコラボ撮影をして、最後に寿司を食うっていう、で、ので、最初にまず伝言さんに、阪大の入試問題を解説してもらう予定です。これあれですね、結構ね、やっぱ、電源さんだけ高いから。ホワイトボードってそんな実は高くないんだってバレますね。一応、まあいいや。これぐらいですよ。あ、それでね。これ全部取っちゃうからね。まあいいや。で、最初はもう電源さんが授与していただくんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。2回解いた。2回予習しました。2回。うわ危ない。危ない。頑張ってください。頑張ってください。頑張ります。いやー、楽しみ。はい、どうも、お会いしまで念願です。いやー、今回ですけど、まあ、鈴木貫太郎さんのところに来て、来させていただいて、まあ、この、阪大の入試問題、これね、めちゃくちゃ古い問題で、僕のお父さんが受験生ぐらいの時じゃないですかね。まあ、今回解かせていただくんですけど、解く問題が、正の整数 mn。mn が正の整数で、不等式、この状態はこれを満たしていると。ルート n 小なりイコール、2分の m 小なりルート n プラス1を満たしているときに、まあ、このことが成り立つことを示しましょうという、問題、まあ、軽い問題を、まあ、示していきたいなと思います。それでは、早速、やっていきましょう。で、まず、n 2乗引く 4n が0か1になるかどうかっていう、ところをまず示すってあたって、今与えられている条件としては、まあ、基本的に、この、不等式なんで、まあ、この不等式を、いろいろやっぱ変形していくっていうことが、まあ、最初は大事になってくるかなと思うので、まあ、実験という形で、まあ、これを使って、まあ、この形が出てこないかどうかなとかを、まあ、いろいろやってみましょう。ということで見てみると、まあ、両辺これ、全部正の数なんで、まあ、全部2倍してあげると、2ルート n、小なりイコール m、小なり2ルート n プラス1ってなって、これで、まあ、m2 乗を登場させたいんで、まあ、これ、全部正の数なんで、これ2乗してあげます。2乗しても不等号の、向きは、すべて正の数なんで大丈夫ということで2乗してあげると 4n 小なりイコール m2 乗小なり4括弧 n プラス1っていう風になると。で、ここでまあそうなるとなんとここに m2 乗と 4n が出てくるんで、この形を作るために辺辺って言い方おかしいな、 4n で引き算します。引き算すると0小なりイコール m2 乗引く 4n 小なりこれ引く 4n で、これを計算すると 4n が消えて4になりますということがわかるので、この値っていうのは0か1か2か3であると、ここはイコール入ってないんで、4は入らないんで、まあ、この4択だということが分かりましたということで、でもその中でまあ答えとしては0か1の2択やから2と3を省かないといけない。で、こういう時に、まあ、整数問題の時にはまあどうすればいいかなってなった時に、まあ、M の偶奇で場合分けっていう、まあ、偶数奇数で場合分け、まあ、3の倍数の余りで場合分けとかもあると思うんですけど、まあ、今回ここが4なんで、まあ、ここが4なんで、まあ、ここの数字に、まあ、3とか、互いにその数を入れるよりは、偶奇とかの 2の倍数、これの約数で場合分けした方がいいということで、m の偶奇で場合分けと。場合分けしてあげると、m は、まあ、その1、m が 2k みたいなとき、まあ、k は、1、2、3、点点点みたいな感じのときに、まあ、これがどうなるかを見てあげると、これがどうなるかを見るために、こいつら両辺2乗します。2乗すると、m2 乗ってのは 4k2 乗になりますよね。ということは、この 4k2 乗を移行してあげると、k2 乗イコール0ってなって、この、k2 乗の部分を、ここが n だと思ったら、この k って、k2 乗っていうのは、ま、当然、これ、この整数を2乗してるんで、まあ、これも整数だと言えるんで、まあ、ここを n とみなすことで、m2 乗引く 4n。だからまあ、k2 乗イコール n として、
m2 乗を引く 4n がまず0だと。つまり m が偶数の時はこの値は0に絶対なりますよっていうことが今分かったと。次に続きまして2個目、 m が 2k マイナス1の時、k イコール、まあ、1、2、3みたいな、の時はどうなるかって言った時に、まあ、これ両辺、まあ、さっきと同じように2乗してあげると、2k-1 の2乗と。じゃあ、これを計算してあげると、4k2 乗、引く 4k プラス1ってなって、まあ、ここが4でくくれますよね。で、こいつを左辺に移行してあげると、またまた、m2 乗を引く4の倍数の形を作ることができる。こいつを作ることが、まあ、今回の問題のゴールなんで、m2 乗を引く 4× 整数の形を目指すと、イコール1となる。ってことはさっきと同じように、この部分は整数引く整数なんで、こいつも n とみなすことができると。で、整数とみなすことができ、こいつを n とすると、m2 乗を引く 4n は、1になりますってことがこれで分かりましたということなんで、 m で場合分けしてあげると、 m が偶数の時は0になります、奇数の時は1になりますってことで、0123あるけども絶対0か1になりますってことがこれで証明することができましたということになります。それでは次、続きまして2番なんですけど、まあ整数問題、まあ2番とかを解く、これね、これからまあ僕は言ってた大阪大学だったり、まあ他の大学を受ける方全てに言えることなんですけど、でまあ、この前の阪大オープンっていうのも受けまして、まあいろいろ思ったことがあるんですけど、こうやって1番2番とある問題で、1番を使わない問題っていうのはまあ、皆無と言ってもいいぐらいなんで、こいつをどう使うかを、こいつが逆にもう条件やから、こいつをどう使うかしかもう考えない。と思えばいいです。だからどう繋がるかっていうところがもう、謎を解く鍵になっているので、まあそれを使いながら2番やっていきましょう。この不等式を証明しろって言ったときに、まあ、1番をまあ使ってあげると。はい。1番を使ってあげるということがまあ大事になってきます。で、不等式を証明するときは、基本的には、まあ、これ引くこれが0より大きいことであったり、まあ、これ引くこれが0より大きいという2つを証明したら成り立ちます。で、2番は、1番で、これが絶対0か1にしかならへんっていうことが確定なんやから、これが0の時、これが成り立ちます。1の時成り立ちますっていうやり方をすると、こいつが証明できるんじゃないか。1番をしっかり使ってあげると。ここで学びっていうかまあ、あれやけど。1をどう使うか考える。必ず2番を解く。証文の2を解く際は、1をどう使うかを必ず考えてください。で、その結果、これちょっと黒でこうやって、やっときますけど。ではまあ、一つ目。m2 乗を引く、0の時。今日の方針としては、m2 乗を引く 4n は0か1しかならないんで、こういう感じですね。僕が今、ふと思いついた方針としては、1の時、バーって証明し、これが成り立つことを証明する。これの時、バーってこれが成り立つことを証明するっていうのが今、バッと思い浮かんでます。で、そういう感じで、1をどう使うか考えた時に、まあ、0か1なんやったら、もう0の時、1の時、2つを2通りに分けても解けばいいんじゃないかっていう、そういう感じのことが今、頭に浮かんでます。じゃあ、実際やっていきましょう。こいつが成り立つってことは、m2 乗は 4n だと。で、これ両辺プラスの値なんで、m イコールにしたときに、プラスマイナスのマイナスは取らなくていいと。2ルート n になりますと。で、n もまあ正の数なんで、まあ大丈夫です。ということになります。で、これをもとに、この不等式を見ていきますと。で、まあこれを1、ちょっともうこんなやり方するのはあれなんですけど、3としたときに、まあ 2-1 を計算すると。2-1 を計算すると、ルート n プラス、もしでかくしよう。ルート n プラス
ルート、まだやってる。2引く1は、これどうなるかというと、ルート n プラス、ルート n プラス1、引くことの m なんで、この m が2ルート n になりますよね。だから、n プラス、ルート n プラス1、引くことの2ルート n を計算してあげると、これがなんと、ルート n プラス1で、ここが計算できるんですよね。ここを計算すると、ルート n になると。これって、絶対プラスになるんですよね。なんでかって言ったら、こっちの方が大きい値だから、n に1足した数から、ルート n を引いてるわけだから、これは正になりますと。ということなんで、2引く1は必ず正になるということが分かる。はい、矢印伸ばしがち。ちょっと、で、一旦これね、さっき方針書き単に書いたんですけども、これ一旦ちょっとここで、こっち行きます。ってことは、2引く1、大なり0が示されたと。で、次、右、これ引くこれ、3引く2を計算して、また0より大きいことを証明していきましょう、ということになるんですけど、3引く2を計算すると、基本的にルートが入った計算の時は2乗した方がいいっていう考え方もあるんですけど、この1がいますよね。1のせいでかなり計算が面倒なんですよ。これ1のせいでかなり計算が面倒になるので、これ、両辺、これでは、このままでも計算できるんですけど、まあこれ2乗してあげた方がやりやすいかな、ということになるので、2乗してあげるというふうになると、ちょっと待てよ。このままやった場合、あ、これでもいけるな。これでもいけるんで、これでもいきます。これで、このままではこれが0、0より大きいから言えないんで、これを塊と見て、これ引くこれを、これの2乗、2乗を取って計算してあげますと。引く、ルート n たす1の2乗を取ってあげると、これ両方ともプラスの値なので2乗引く2乗が取れますと。じゃあ取ってあげると、n プラス2ルート n プラス1引く n プラス1になるので、これ2ルート n になるんですよ。ってことはこれ大なり0ですよね。これ n1 が消えるんで。つまり、これで3引く2も大なり0が示されたと。示されたということで、まず、m2 乗引く 4n が0の時は、この不等式が成り立つってことが、まあ、示すことができましたと。じゃあ次に、逆に、じゃあ、ここが1の時どうなんねんっていうのを次見ていったら、まあ、証明が完了するという感じになります。で、じゃあ次行きましょう。まあ、カンタロウさんのチャンネル僕結構見てるんで、まあちょっと、で、これ、予習ちょっとしか解かないでやってるんで、ちょっとあれとか言ってますけど、まあ、なんやかんや最後まで行くことが多分いけると思うので頑張ります。まあ、このまま m2 乗引く 4n イコール1の時も解いてあげるんですけど、まあ、普通に考えてこれ引くこれをした時に、ここが1ですよね。だからこれ m2 乗イコールにすると、まあ、4n 足す1になって、m を取った時に、ルート、4n 足す1ってかなりちょっと煩雑な式になってますよね。まあ、これは両辺プラスなんで、まあ、プラスマイナスのくだりも一旦省いて説明したんですけど、まあ、そういう時の手法として、これ2引く1が0より大きいことを証明するときに、大なり0を示すと。示すときって、ここで、まあ、1も0より大きいし、2も0より大きいんやったら、これ2乗したやつを引き算してもいいですよね。当然ですけど、まあ、3引く2が0より大きいんやったら、その2乗した9引く4も0より大きいですよねっていう、そういう話がちょっと見えにくいかもしれないですけど、まあ、3引く2が0より大きいんやったら、2乗、3の2乗の9、2の2乗引く4も当然成り立つよねっていう、そういうことが言えるので、まあ、2乗引く2乗を計算してあげましょうということになります。で、これも当然プラスの値になるんで、それが可能になるのでやってみましょうと。2引く、2の2乗引く1の2乗を計算すると。でこれをまあ上行って計算しましょうと。これも矢印はもう完全に先生あるあると。
で、ルート n プラス、ルート n プラス1の2乗を引く、m の2乗と。で、これを計算してあげると、n プラス、2ルート n カッコ n プラス1、足す n プラス1で、引く m2 乗。この m2 乗のところにこいつを入れてあげると。こいつを入れてあげると、4n プラス1になるんかな。で、これで、m と n っていう2つ文字があったのが1つにすることができて、これでやりやすくなったと。これを計算してあげると、これが、どうなるんですか、これが。ここが 2n 足す1。ってことは、1が消えるんだな。1が消えて、引く 2n しか残らないかな。ってことは、2ルート、n カッコ n プラス1引く、2n が残るんかな。2n が残ると。で、これ2でくくってあげると、n カッコ n プラス1引く n のカッコってなって、これが0より大きいんかどうかって、どうやって考えるのって言ったときに、これ n でくくるとわかるんですよね、実は。だから 2n でくくると、n でくくるってことは、ルートの中は n2 乗でくくることになるんで、この中身ってどうなるかって言ったら、これルートの中身って、ルート n2 乗足す n ですよね。だから n でくくるってことは、ルートの中は n2 乗でくくることになるんで、ここが1になって、ここが足す n 分の1になるんですよ。引く n になると。じゃあ間違えた。n でくくったから1になる。の括弧になると。ってことは、これって1に何か足したやつから1を引いてるってことは、これ絶対1より大きいですよね。ってことは1より大きいものから1を引いてるんで、これは0より大きいと言えます。だから、まず、よって、2の2乗引く1の2乗は0より大きいことが示せたってことは、2引く1が0より大きいことが成立と。成立と。いうことが分かりましたと。じゃあ、あとは残り3引く2を0より大きいことが示せたら、この問題は終わりだと。ということになりますか。これ2や、ちなみに。ちなみに2です。じゃあこれ計算しましょう。ということで、こっからでいいか。まあどうせ矢印また伸ばすんですけどね。で、僕のチャンネルで、あんまりこういうガチ解説動画ってあんまやってないんで、ちょっと慣れてない面はあるんですけど、まあそれはちょっとごめんなさい。本当に。で、まあ3引く2を計算するんですけど、これを示すと。まあ示すんですけど、こいつを示すにあたっても、さっきと同様に、こいつが、これ引くこれを、このままじゃちょっと計算しづらいと。こういうの、m2 乗の形が出てきてくれたら、まあ、ラッキーだということなんで、こいつも、3の2乗引く2の2乗を計算します。引く2の2乗を計算すると。こいつを計算すると、こいつを計算すると、こいつを計算すると、m プラス、1の2乗引くことの、ルート n プラス、ルート n プラス1の2乗、こいつを計算すると。こいつを計算すると、m2 乗プラス、2m プラス1、引くことの、こいつもちょっと一個一個展開してあげましょう。n プラス、2ルート、n カッコ n プラス1、プラスことの、n プラス1っていう風になりますよ。で、こいつに、こいつを代入して、まあ、計算してあげると。m2 乗のところには 4n 足す1。で、m のところにはルート 4m、ルート 4n 足す1。す1。プラス1。引くことの、ここが n が2個で 2n 足す1になるかな。2n 足す1。引くことの2ルート n カッコ n プラス1。こいつはちょっとまあ整理してあげますと。n のとこだけ見てあげると、n のとこは 4n と 2n の引き算があるんで、2n。で、数字のとこ見てみると、1がおって、1がいて、1がいて、1を引き算してるんで、足す1。足すことの、こいつ、これでいいや。2ルート 4n 足す1。引くことの、2ルート n カッコ n プラス1。これどうすんねんみたいになるんですよね。これどうすんねんみたいになるんですけど、これちょっとね、トリッキーなやり方というか、この部分だけ注目してあげるんですよ。これなんでそんなことができるかっていうのは今から説明します。
4n 足す1ってした時の、この部分。この部分って、あれと。ここと、なんか似てないみたいになりません？ここと。ここ足してない。ここに、ここにめちゃくちゃ似てるんですよね。このあたり、これが。これがどこが違うかって言ったら、ここが足すか引くかの違いなだけで、なんとこことめちゃくちゃ似てるんですよ。これ前、2n を n と n に分けたら、n と n 足す1でここと一緒やし、で、ここが足す引くが違うだけ。で、こいつってもともと何やったんって言ったら、これやったわけじゃないですか。ってことは、その、この、この真ん中の項の符号だけ違うってことは、こいつ、ルート n 引くルート n 足す1の2乗っていう風に、こいつの符号を変えたものの2乗で因数分解ができるんじゃないかっていう発想をできればしてほしかった問題でした。ここの変形が多分一番あの思いつきづらいとこになります。で、まあそれが分かってしまえばこっちのもんで、2乗したやつにプラスのものを足してるんで、こいつはプラスだということになるので、またまた 3-2 の2、3の2乗引く2の2乗がプラスだということがこれで分かりました。ってことで、n2 乗引く 4n が0の時も1の時も、この2番の不等式すべてが成り立つってことが分かったんで、これで証明完了でした、という問題でした。一番最後のこの変形の部分は、この、そんなんどうやって思いつくねんって言ったら、直前に自分が計算したところに似た形がないかなとか、そういうものを、探すことによって思いついて欲しかった問題。かつ、こいつってプラスになって欲しいじゃないですか。プラスになってほしい問題じゃないですか、これって。3の2乗引く2の2乗って。プラスになってほしい問題やから、どうにか2乗の形が作れへんかな。じゃあ、もともと2乗の形あったから、これ似てるよなっていう発想をすれば、思いつけたかなという問題でした。僕もちょっとこれ時間かかりました。こいつをどうやったらできるんかなって思うのに、ちょっと時間かかったんですけど、あ、なんか直前にいいものがあるやん。似た形あるやんけっていうのに気づけたので、解くことができました。まあ、これからまあ受験いろいろた、される方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあ、1番が解けたら、それをどう使うかを考えて2番を解いていくと、いいように、ちゃんと流れ、テンポよく解いていけるのではないかというふうなことが今回の問題でありました。まあ、これ、このような場所を提供してくれた鈴木貫太郎さん、ありがとうございました、本当に。本当に視聴者の方、まあ、これからも、まあ、僕、デンガンなんで、デンガンの方もよろしくお願いします。それでは失礼します。